米ゼロでも守りきれちゃうってやばいよな。援軍を借りればいいのか。武田援軍貸してくれ。13000。よし、米も安い、さすがだね。でここ集合でいいんだけど、時間がかかるやつを置いてきたい。唐沢山いらない、沼田もいらんな。出陣する。前田刑事隊24000。うん、十分じゃない。兵練らせることが重要なんで。まだ4月なんで米的にはどうにかなる。で、調略2人ほど乗ってくれてるんで。なるほどな。こいつらに、まあ、引き抜かせないにしても何かもらえる情報をもらえるんでもらうためになんかこの辺とかに入れておきます。汚い作戦ですがね。なるほどな、なるほどな、なるほどな。やっぱ絶好調ですね。全然通るじゃん。マジこの辺のどうでもいい城をあげとくと。これでいきましょう。手段は選ばぬ、勝つためなら。強兵とか言ってるけど多分大丈夫。皆の者、我に続け。交渉、我らとて負けられぬのでは。いいね、形が。じゃあ、まい、5000人出陣するぞ。よしよしよし、かかれ。撃って出てきちゃうんだよね。5000人。よし、川越城到着で兵引いたので、これ攻撃、これでもう撃って出てくることできないんで、敵は、まあ、うちかなり有利に進めますね。で3万8000とか言ってるんだけど、どう？結構兵ね、米使わした気になってたけど、まだまだ残ってるな。19000。まあいいんじゃね。ちょっと待って、同盟さすがに結べる。うん、相馬と同盟結ぼう。はは。北条倒さなくても芦名を突破すれば OK なんで、これでいきましょう。さあ次だ次だ。川越城のやつを突破いたしましたということでね。上杉の試作力もゲットです。おお、柿酒影家、斎藤友信、上杉正虎、太田志世、本庄重長、天勝影持、村上義清、めちゃめちゃ優秀ですね。さすが上杉と。で、軍余ったね。2万3000、3万5000。行くぜ。これいいんだけど、なんか適当にぶつけます？うち有利で当たれるとこねえかな。これ準拳銃あんじゃん。準拳銃が効いてるのがほぼほぼないという。2万3000。江戸城とかに向かっとこうか。これはもう寄せ集めでとりあえずぶつかってみようかみたいなね、軽い気持ちで。あ、帰っちゃった。え、こいつら同盟あんの？あ、武田同盟あんだ。これ今めちゃめちゃ下がったんじゃない？承知した。とりあえず壊していいところとは壊しよう。承知した。今もう上杉家倒したし、うちとしては満足よね。よいしょ。これだけ前線立地を確保できたら、で神前がめっちゃ下がってるの気になるっていう話なんだけど。承知いたしました。大丈夫かな。ああ、上げてなかったわ。かしこまった。よいしょ。かしこまりました。武田とは仲良くしておきましょう。てかまあ北条倒すタイミングもないね、こうなってくると。8000いくつ。兵糧、うん、そろそろかな。1万9000とか言ってるからさ、どっかに準拳銃あんの？あ、これか。俺に続け。これでちょっと援軍借りてみますか、この男に。まあ金銭4000いくつは全然 OK なんで、借りる。
ついてこい。この4200を出す、この作戦でいこう。行くぜ。出して、準拳所破壊させます。ついてこい。よし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 、順調すぎるな。で、軍が1万しかいない部隊になったので、さすがにこっち行く必要ないんじゃないかなと思うけど、進め。とりあえず出すふりだけしようか。待機する。で、どう、準拳所破壊はもうちょいかな。とりあえずノーヘルセーレン、やはり天下無二のものですね。かっていう感じだけど、ポイントも余ってるしいいでしょう。やっつけろ。三好と同盟切れ。表情を始めましょう。三好通しちゃうかな。ひらめきましたぞ。今日周辺うちの土地にしたい方が多分舞台としてはかなり強くなれるんだよね。これにて表情を終わります。なんだこれ、舞台視界拡大。まあこの辺能力強いな。一号流軍学、とりあえず待機場防御とかも上げつつかな。最大絶好調確率増加、こんなもんですね。でもそうだよね、従属すればいいんだけど従属しないからな、こいつ。しかも二条御所持ってるしね。とりあえず北条はもういい、ここはしたい。送ってるのか使者は。これこのまま時間進めて同盟通して、これは OKOK。 どう、準拳所朝廷がどうのこうの言うてるね。勝ってあげる。よし、破壊できた。いきます、出陣する。よいしょ、ポンと。天も人も俺にそのことは許さない。さすがだな、28日強行だ。よいしょ、信長なら勝てんじゃねえの。勝ちは揺るがん。勝ち奪う、それが信長の戦。これでいきましょう。ごめんねえよ。行くぜ。舞台余ってる。出陣だ。出陣させるだけさせてみようか。ポンと。覚悟者に負けはせる。よし、黒川も到着。これで強行してしまえばもう軍は出てこれなくなったんで、このまま落とせるね。我が世を何人たりとも止められぬ。さすがになんか援軍とか集めてどうこう動いてきたらめんどくさい。ちょっと2部隊だけ出しておきましょう。53日強行で落ちるんで、軍出てこないように信長隊であらかじめ守るという感じかな。言うて芦名だけだしね。そして秋になりました。毛利と同盟切れ。ごめんねえよ。毛利と同盟切れは良くない。12ヶ月同盟。まあ雨具はいっか、このまま行きましょう。てか2年ぐらい経ってるからそろそろどうにかこうにかなってもいいと思うんで。今川着くけどさ、手を貸しましょう。北条大丈夫か。城と将兵貸してくれ。全然貸せ。ありがとうございます。今川勝ってくれるかな。めちゃめちゃ貸したけど。志果たせず。出てきた出てきた。表情を始めましょう。表情が絶対出てくると思ったから見てたけど、やっぱ案の定出てきたな。81、62、68、62じゃなくて65。家康の方が秀吉よりポイント高いですね。戦意上昇、増加率上昇。よいしょ。ご命令よ。で、出てきたんですよ、やっぱり。ここで防衛できるかな。うちとして防衛できればいいんだよな。手を貸しましょう。
手を貸しましょう。うわ、運が。手を貸しましょう。とりあえずつくけども、ひれ伏し従え。倒せるんですよ。とりあえず援軍として向かわせます。あー、大丈夫かな、これなら落とせるかな。で、山名勝利、いいね、頼む。いや、お前ら暴れすぎた。従属国が暴れすぎてて大変なことになってるぞ。で、今川勝利、ナイス。勝ち戦だ。そして黒川突破、足の気を上げよ。ということで、足名家は竹中家によって滅ぼされました。これで竹中の施策ゲット、施策ゲットした上で足名守氏も獲得と。強いですね。で、これにより一旦こいつら返してあげて、相馬ですね、従属させることができます。で、今川が無事勝ったんですよ、奇跡的にね。ワンチャンいけんじゃねえの、耐えてくれよ。で、三好か、もう三好さ、いいだろこの際。うん、三好家とは宣戦布告しちゃいましょう。お見せしましょう。攻めるところもないんで。助太刀にも行ったぞ。まあ三好がね、助太刀いたすぞ、あれを手を引くって言ってるけど、あんま関係ないんだよね、三好くん。京周辺は立地的にも美味しいし、押さえとくといいこといっぱいあると思うんだよね。出陣するぞ。で、結構舞台出るようなのでいっぱい出します。三好有利なところ多いな。この準拳場がだいぶきついけど、1万に3万、まあ、言うてもな、ここで抑えりゃいいのか。出陣する。2万5千、出陣しましょう。2万7千、まあ、こんなもんでいってみましょうか。ささーっとで、南部伊達、これどっちついてもいいけど、手を貸しましょう。南部について南部と同盟結びたいわけだよね。おっと、3万いくつで攻めてきたと。マジで関係ないな。長宗我部とは、まあでも長宗我部と援軍使わせてくれるかな。3万いくつで攻めてきた。裏から攻めれたら楽だよね。援軍毛利と長宗我部から借りちまう。8800、毛利軍借りれば確かにこの辺は余裕で攻めれると思う。借りてみるか。三好を出させないっていうのは割と重要な気がする。鉄砲2100でいいみたいだし、借りよう。めちゃめちゃ時間かかりそうかなって思ったんだけど、出陣する。意外と普通ですね。いざ参る。24000、出陣する。じゃあこれでいきましょう。毛利対野戸村か、まあ毛利つくか。手を貸しましょう。まあ、味方なんでね、実質。よいしょ。我に続け。よしよ、いい加減諦めろ。六角につきます。手を貸しましょう。六角の従属っていつなんだろう。我に続け。結構がっつり軍とか出しつつやってるんだけど。今川勝利、はい、神。今川優秀です。で、これは相馬つきます。手を貸しましょう。あれそうだな、これだったら軍結構頑張って出してるようだけど、17000なんてことないですね。保護にするという文が届きました。あ、どうぞどうぞ。保護にすることもあるんだね。これ知らなかった、普通に。知識不足でしたね。よし、岸和田に到着。まあ、水攻めでいいかな。明智光秀でいいんだ、ここ。で、農兵精錬は入れてるけど、
我が才能やはり天下無二のものですね。念のため。でとりあえず時を進めてみましょう。なんかいろんな国と今戦争中だけど、従属がさ解放されることってないのかな。どう婚姻、あでも従属まだ時間かかりそうだね。で、あーなんでダメか、同盟結べたら楽だなって思ったんだけど、87日包囲、まあ、結構進めてはいるんで OK でしょう。どっか戦勝てれば勝ちは言わん。それじゃ次の戦に行こうかでしょうねと言わんばかりかな。でこれにより交渉ができない交渉できない、戦争勝ったけど交渉ができないだと。あ気づいた、この6万はいらんわ。もうすでに2万7000これでいいな。よいしょ、これも多分勝てると思うんだよね。ポンと、ああ準拳場のレベルが結構あったようですな。まあじゃあこれこのまま行こう。高屋に到着、200日頑張って高屋城を守らせます。でレベル4準拳場破壊しないとまずいよね。これは破壊しとこう。こっから行って、うんごぼうの部隊いらん。出陣しよう。これで破壊だけさせる。あいいね、山名手を貸しましょう。動いてくれた。天霧城に到着、28日包囲でいいと。サクッといけるでしょう。で裏紙突破いいね。伊達対相馬、相馬勝利、よし従属頑張れ。ポンと、これ負けていいんだけど、準拳場のレベル下げたね。下げたところでか、意外と大変。表情を始めましょう。俺に策がある。まあ軍事と論議かな。84、63、68、これにて表情を終わります。ポイントは結構安定してたくさん持ってくるようになったね。商業提案力上昇強いな。越後流文学も取っておこう。収束繊維上昇大、こんなもんでしょう。そしてうちに使う堀秀政、ああいいね。堀秀政は優秀じゃない。高山右近もいる、結構優秀な人多いぞ。どう三好くん、14万あるって言ってるな。結構あるね三好。進むのです。よいしょ、で軍集まってくれるような気が。18000、まあ十分ですね。進むのです。これで行こう。朝廷の使いよ、左京大夫を買ってやろう。さて次だ次だ、天霧城突破行くぜ。まあ、長宗我部やっつける感じでいいんじゃねえか。先に行くぞ、ついてこい。よし山名勝利。結構もうだいぶきつそうだね33日強行でいいし、他に何かできることあるか。この辺か。君らさすがに交渉できんね。うわーめっちゃ取られてる、弱すぎるな。ゲチよ、時を進めましょう。民の穏やかなる暮らしを守る、それが我ら北条の役目よ。これは勝てると思う。天下を滑るまで負ける気はありません。さすがにこっち、いやこっちだな。岸和田行っとこう。さすがに
取れるでしょ、もうもう取れるでしょ。重秀、主に重秀が頑張んないとまずいんだけど。相手方の飛車行ってこい、本田正信。82通るね、さすがに。この城もらっていくぞ。よいしょ。で重秀通ってくれたのはありがたくて、いざ参る。で出陣する。ここも取れる。で1万4000は十分、十分ってかまあ妥当な数だと思うんで、これこのまま。結構兵糧がきつくなりましたね。手を貸しましょう。まあでも2月か、2月で残り2万ぐらいだったら、まあまあまあ悪くはないっていう感じかな。でとりあえずモグラで一気に押し戻しましょう。伊達対相馬は相馬勝利。使いの者が来たようだ。三好、竹中へ心中するんで許してください。はい、飲みます。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。